寒すぎて本当に部屋っていうかリビングにいてもめちゃくちゃ寒くて、なんか寒すぎて本当にもう何回も言うけどもう一回言うけど寒すぎて、あのダウン着てたの私、なんかサウナスーツ普通のこういう普通の普段着着て、サウナスーツを着てサウナベルトを巻いてたのに寒いの、汗をかいてたからとかじゃなくて、でダウン着てたのその上に、それでも寒くて暖房強めてもらったけどアネビームに、それでも寒いからなんかガタガタ言ってたので、あ風邪とかじゃないよ全然、今元気なんですけどにゃんですけどって、それで私電気毛布が一番温まれるの、なんだろう、温まれるって言い方あれですか、カイロとかまあそのヒーターとかより電気毛布が私一番落ち着くし温まるんですよ心の底からだからでも電気毛布私のベッドの上にしかないから、そう、そこにいたら寝ちゃいました。そう、長くなったんですけど、まあ簡潔に言うと電気毛布の上で温まってたら寝ちゃったからできなかったですっていうことです。すみませんやん。まあそういう日もあるわな。ねえ、お腹が鳴っておりますけれども消化の音ですわよ。バラとキラキラ、キラキラなのこれ、シュルケン、ちょっとわかんないけど、まあキラキラでいいでしょう、かわいいし。神ありがとう。電気毛布に嫉妬はいでさ、私なんで今3サイズって言おうとしたんだ、本当に分かんないんですけど、ストーリーにあげまあちょっとスとリーが似てるからねス3サイズって言っちゃう言わないよ、上からー、はい、それストーリーにあげたんですけどインスタの、あそういえば本当にみんなありがとうございました、頑張れとか愛くださいって言ったやつ、本当にありえない量ちょっと今の表し方が良くないかでも本当に嬉しい意味でありえない量が来まして、過去一質問箱置いた全世界本当にライオンだって感じで、別の国の方からも来たし、台湾のファンの方とか他の国の方からも来たし、なんかいつもはそういうのしないけど質問箱とかでも送ってみたよみたいな、頑張ってるの知ってるからねみたいなのとか送ってくれて、本当に私電車に泣いちゃって、なんか隣に座ってたお姉さんがなんかみたいなみたいな感じになっちゃっててチラチラリみたいになっちゃっててね、そう、そのぐらいだったの。全部スクショしました、ありがとうございます、本当に嬉しいです、本当に元気が出たけどなぜか最近ネガティブなの、なんでなの？まあ理由は分かっておりますので頑張りますということで、そう、話が変わります。今日のストーリーにあげたんですけど、筋肉食堂に行ってきたんですよ、パワー。そう、ずっと行きたくて、でも博多にいる時は博多には確かなかったから、店舗がわかんない、デリバリーとかはあるのかもしれないけど、なんかこの前髪が気に食わないな。何食べたん、驚くほど柔らかい
鶏もも鶏むね肉グリルみたいなやつを食べました。皮なしのやつ。筋肉ついた。見ればわかるだろう。もうここまでしか映ってないけど、ここのここから下私あれだからね、あの服がびっちりびっちりってなんだびったり肌についちゃうほど、あのもうシックスパックとかだからね、みんな多分私の腹筋見たらあの失神しちゃうと思う。ギャップで。ドーピングじゃないですよ、やめてください。六本木銀座渋谷にしかないお店。そうなんだ、ちょっと分かんないけど、まあ、どこの店舗に行ったかちょっと内緒にしとくんですけどね、あえて。そうなんかね、お通しで、え、お通しがあるの。まずえそんな居酒屋とかじゃないですよ、確かにお酒もあるけどっていう、まあ普通の飲食店だってサイゼリヤとかにもあるじゃんお酒は。あ、みんなありがとう、ギフトどうも。で、お通しでこのぐらいの、え、そうよくわかったね、お通しでプロテインが来たの。このぐらいのなんかちっちゃいコップに、コップっていうかまあ容器に入ってるプロテインが来て、私プロテイン大好きマンだから、あのそれをね最後に飲もうって思って、まあこの話は後でします。そう、え、ボケたんだリアルガチかと思いました。そう、あ、ちなみにお通しできたプロテインは私が絶賛してるベストバイに入ってるバルクスのプロテインですらしいです。どの味かちょっとヨーグルトかな、味的にそんな感じだったんですけど美味しかった。はい、あーちゃんこんばんは。で、そう、なんか料理名がそのびっくりするほど柔らかいって書いてあるから、またそんなこと言ってさーって思ったんですよ。そう、水もプロテインかもね、パウダーみたいな入ってるかもお高いんでしょメソッド。そうそうそうです。え、またまたそんなさ、なんか期待させちゃっていいの客をって思ってね。筋肉食堂ってまあ何店名でもつけちゃってさって思って、まあ満足させてみなさいよ私をって思って頼んだんですね。で、まあお腹は空いてたけど、お腹空きすぎてなんか通り越しちゃう時あるじゃないですか。それだったの私その時。だからまあなんか 200g を頼んだんですけど、そう、いやでもさーと思って、食べきれないよそんなの、パサパサなんでしょどうせと思って、そしたら、え、もう、え、私もうあの後ろに倒れた、あの椅子ガタンってなったよ、もう倒れて、そう犬神家みたいになっちゃって、そうあのパクッと一口頬張った瞬間に、え、しっとりしすぎ、え、驚くほどにプリプリでした。まさにプリオ。そう、はい、えって思ったの。なんか、え、なんかまずなんでそんな期待値低いわかんない。なんかまあ私が料理するあの鶏むね肉とか鶏もも肉とかそういうまあお肉系、味付けなしで作る、油なしで作るやつはあのまあって感じのだからそう、なんかどうせ似たのが出てくるんじゃないなって思っちゃって、え、もうプリプリなので、なんかお野菜が付属でついてたんですね、付属っていうかまあ添えてあったんですけど、え、野菜も私久しぶりに野菜食べたんですけど、そう野菜も制限してたから、え、なんかありえないほどお芋がホクホク甘みが、私なんかドレッシングとかその店員さんにも塩コショウだ
がだけはお肉にもうつけちゃってるから下味で、それは取れないからそれでいいですかって言われたんですよ。そう、味付けなしでお願いしますって言ってそうなったんですけど、だからソースとか何もつけてなくてそれなの。鶏って自分で焼くとすぐパサパサになるもんな、ね、なるよね、あれなんだろうね。え、でもね、あ、それ後で言います、あの解決法。え、で、そう、野菜も野菜本来の甘み、え、これ本当になんか私素材の良さとかよく言うじゃないですか、それが本当に出ててすごい美味しかった。え、なんか斜め前の席にお兄さんがね座ってらっしゃったんですよ。まあお客さん、あの全然知らない方ですよえ、その人がまあ半分以下ぐらい食べ終わってて、でご飯とかも頼んでたんですけど、その方、そう、え、私その人より早く食べ終わっちゃったの。まあご飯とか頼んでないからかもしれないけど、気づいたらなかったお肉、そのぐらい美味しかったです。おすすめです。テイクアウトもできるらしいです。ディナーの、メニューで行ったんですけど、私はちょっとここの毛があったってかゆい、ランチもあるらしいです。ランチとディナーの間にちょっとやってない時間帯、営業してない時間帯があるからそこは注意らしいんですけど、とデリバリーもあるらしいです。神ありがとう。よく噛んで食べたよ、噛みしめたよ、夢中、ほんともう夢中すぎる美味しすぎる。え、目玉焼きもなんだろう、程よく半熟だけど程よく硬いよみたいな、いい感じの焦げとかもついてて、キャーって思うね私大好きなのそういう目玉焼き。私目玉焼きのプロなんですけどっていう話でした。美味しかったです。で、そう、鶏胸肉とかの私なりのですよ、パサパサしない方法を教えます、伝授します。沸騰させたお湯、もうボコ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 ってマグマみたいになってるお湯に20分ぐらい、ちょっと長いけど20分ぐらい入れるだけです。そしたらプリプリになります。別にその後水で引き締めなきゃダメとかもないので、ご自由に保存しとくなりなんなり。土日は連続営業、あ、そうなの、わかんない、ほんと初めて行ったから。え、それでね、私が最初に聞いてみたんですよ、聞いてみたじゃない、聞かれたんですよ、筋肉食堂は初めてですかって、はいって言って、でまあそれで話終わったんですけどでお会計の時に、え、でも店員さんがびっくりしちゃったんだけど、皆さんはマッチョなのえ、説得力あるって思ってね、え、ここ、え、何、私パーソナルジム来ちゃったと思ってね、え、すごいの、もう、え、なんかレジ担当してくださった方、え、もう胸筋がなんかもうブワーンってなっててなんか変な言い方すると私よりお胸が大きいんじゃないかと思ってしまったもんガハハハってね、今の冗談ですよ。え、本当に何か腕の筋肉とかも、何、姿勢もすごくいいの、何か観察しちゃった一瞬で。そう、え、そう、本当に、そう、それでなんかお会計してた時に、そう、そう、初めてですかって聞かれた方とは別の方、最初にね接してくださった方とは別の店員さんだったんですけど、
お味はいかがでしたかって聞かれて、めちゃくちゃ美味しかったですって言いました。なんかすごいね、小学生みたいな回答しちゃってフフフってなってた店員さん。なんかもっと美味でしたとか言えばよかったなと思って、美味しゅうございましたとか言えばよかった。ほんと笑顔もね、私その時、まあ、食べた後だからマスク外してて、あのもうめちゃくちゃ美味しかったですみたいな感じだった。満面の笑みって感じ。そうね、それこそ歯だった。え、バレてないよ絶対、私だって知らないと思う。ハートありがとう。マッチョって分厚くない？分厚い、厚切りハムみたいな感じですよね。え、そうで、もう掃除でよかった。もう私これ口コミ書きなさいよって言われたら、え、もう掃除てよかったって書いちゃう。また行きたいなと思った、本当に。なんかテイクアウトしちゃおうかなと思った、夜ご飯でって。そうで、そう、お通しで出てきたプロテインが美味しすぎて、これ何味なんですかって聞こうと思ったけど、その瞬間に、あの聞こうと思った瞬間にお客さんがもう 4,5 人入ってきちゃって、あわわわってなってたから、マッチョの方が、あ、店員さんね。聞けなかった。でも聞いたら迷惑客だったかな、大丈夫かなって思って小声になっちゃった今。うーん、あわあわするマッチョ想像すると可愛いなって。結構ね、あのキュートでしたよ。これがギャップかって感じ。撮影会で上京するとき食べに行きたい。え、ぜひぜひぜひ。時間帯はね、ちゃんと見て、あのランチディナーなんちゃらみたいな、営業時間良きです。しかもそのマッチョの方、メガネをしてらっしゃったんですけど、本当に胸筋と腕の筋肉がすごすぎて、え、もう筋肉でメガネ割れてるんじゃないのって思う、割れちゃうんじゃないのって思うぐらいだった。マッチョに悪い人はいないと思ってるから聞いてみなよ。聞いてみちゃおうかな。そう、でもバルクスっていうメーカーのを出してるっていうのはホームページに書いてあった。マッチョの方はやっぱり肌黒いって、あー、日焼けサロン行ってる方多いもんね。なんか陰影をつけて肌の、それで、あのマッチョというか、なマッチョに見せるっていうか、筋肉の筋とかを見せるっていうのをしてるらしいんですけど、この方はそんなに暗くなく間違えた、黒くなかった気がする、肌の。しかも店内が暗いんで、結構そう、まあ夜だったしっていうのもあるけど、白マッチョってほどでもないかな、ほどほどマッチョ。ちょっとそれは悪口か。自分のためにあんなにストイックに筋トレできて絶対にいい人だよね。いや、絶対にいい人だと思う。だからみんなもなんか一緒に筋トレしようよね。私も毎日、今最近毎日筋トレしてるよ。筋トレって言っても家でする宅トレとかじゃなくて、器具使ってる。え、でも器具使ったらすごいいい感じな気がする。わかんないけど、あの個人差ですけど、投射費。寒すぎて筋トレサボってる。寒い時こそ脂肪燃焼されるらしいし、代謝上がってあったかくなるよ。ああ、すごい、どの器具ですかって。ね、
お二人も聞いてくれてるじゃん。背中の器具のなんて言えばいいんだろうな、鳥みたいなコウモリみたいな形してるやつがあるんですよ。なんか外を握るやつがあって、なんかこういうわかります？こういう動作、こう上に器具があってここ掴んでこう上げ下げするやつだったら背中はおすすめで、まあわかんない、本当に器具とかは個人差があると思うので効く効かないので、腹筋はなんか上からこうなんだろうな、ジェットコースターのバーみたいなのを下げるんですよ。それでこう前後に倒れて起き上がるみたいな感じの腹筋のやつはめっちゃおすすめです。やってみそう。今の部屋から徒歩5分ぐらいのところにジムあった。月3万円え、それは何、高級ジム、え、払えん払えん、私1万も行かない、え、行ってない気がする。なんだそれ、クマかな。ありがとう。あ、背中のやつわかる、腹筋のも。あ、宣言するよって言ったね、一緒にやろうね。でもなんかその別の、私よくなんか最近してることがあって別に悪いことではないと思うんですけど、もう数、もう星の数ほどパーソナルジムってあるじゃないですか、今流行りじゃない、まあ言っちゃえば。で体験無料なとこが多いからまあ払ってもねすごい安いから、無料の体験に行きまくるっていうことを最近してるんですよ。そうで、なんかそのジムの方が言ってたんですけど、そういう背中とか腹筋とかの器具やってる時にもう己の限界、本当にもうこれ以上やったら本当に死んじゃうっていうぐらいの重さでやらないと筋トレにはならなくて、軽い重量でやってると、まあそれはそれで意味はないことはないんですけど、有酸素運動になっちゃうらしくて。そうらしいんですよ、そのマッチョが言うには。へーと思った、知らなかった。私なんか軽い重量のやつでもなんか100回とかやっとけばまあいいんじゃないかと思ってたから。なんかそんなジムないねん作んな、ジム買いなき器具変顔して別人のふりしてもう一周行こうってあり。ちなみにね、明日もあ別の体験に行きますえ、迷惑なのかなこれって。なんか、え、嵐とかじゃないですよ、全然茶化しとかでもなくて、本気でやってるから私は、その1回1回の体験。え、何、なんかブーンって落とした気がした、気のせいか。噂になる、本当になってしまったら本当にごめんなさい。炎上してしまったら、もしそれで本当に悪気はありませんので、皆さんよろしくお願いします本気で体験は腐って、なんでよ、本気だよ。
あ、キラキラありがとう。もうごめんね、なんか筋肉トークばっかで。体験だけして絶対入会しない美少女来るんだけど、え、オタクもないよ。いや、え、でもなんかこれなんか同じ方いると思うからあの伝授しとくんですけど、なんかまあこうパーソナルトレーニングとかにもかかわらず、なんだろうな、エステとか、まあ、女性の方だったらね、男性でもエステとか、まあそれこそ他にもなんか勧誘されるようなことあるじゃないですか。この商品いかがですかとか、ツボいかがですかとか、それで、すぐに切り上げる方法がありまして、私なりのですよ。まあ私もすごく回想の説明聞いてるから大丈夫なんですよ。料金の説明はホームページ見ればあるし、っていうタイプなのでありがたいですよ、説明は。っていう上で切り上げる方法を教えるんですけど、料金の紙を出してくれるんですよ。大抵こういうプランになっておりましてみたいな説明があるじゃないですか。その時の紙を写真に撮っていいですかって言うんですよ。そうすると、あ、この方は写真に撮って家に帰って考えるんだなって思って、話が、まあ体感、気持ち短くなります。はい、逆に急いでるんでっていうとちょっと印象悪くなっちゃう気がするから、写真撮っていいですかって言って考えますねみたいなのも付け加えたら OK です。これは断れない人とかにもおすすめ。もうちょっとなんかそういう体験ったら断れないんだよみたいな人とかもおすすめですよ。手慣れすぎ巧妙その紙を急に食べるとか破り捨てるとかじゃなくてよかった私のことなんだと思ってる、モンスターかな。まあそれみんなやってみてください。マッチョに囲まれて別室に連れて行かれないかな。何それ、パンプアップされるの。うん、エアバイク欲しいよね。え、いいんじゃない、エアバイクだったらそんなにめちゃ高ーとかではないんじゃないんですか。いいじゃん、かわいいな、かわいいな。思い立ったがなんたらですよ。めっちゃ断れる人、え、羨ましい。私断れないの。私本当に体験行くくせにもう星の数ほどの体験行くくせに断れない。はいみたいな今の私の再現ね説明聞いてる時の。うん、え、今度友達のマッチョバー行く。え、でもちょっと気になってる、マッチョバー。なんか、え、本当に手で割ってくれるんでしょう。割ってるとかカクテル割るとかじゃなくて、果物を。かわいい、ありがとう。明るくごめんなさいねって言って断ってる。あー、まあそれがいいよね。なんか暗くさ、なんかもう本当に申し訳なさ全開で、もう目に見えてわかる感じで、あ、すみませんみたいな感じで言うと、逆になんか向こうもあってなっちゃうし、
まあね、飲み物絶対プロテイン、まあいいんじゃない、プロテインは悪くないやろ。マッチョバー結構流行ったよ一時期、今も流行ってんじゃない。本当に出てパイナップルとか割ってくれるんだ。お姫様抱っこしてスクワットとか、ええ、あやちゃんお姫だ、お姫様抱っこされんの、ちょっと動揺して噛んじゃったじゃん。やめてよ、私と結婚するんじゃないの。結婚するんだったら知らんマッチョに お姫様抱っこされながらスクワットされないで独占欲。え、お姫様抱っこだって、って突然の早口早口じゃったかあ、ちょっと私の中のおじいちゃんが出ちゃいました今わし今早口じゃったかのやめて、結婚するのやめて。あ、結婚したいからパイナップルだけにしとく。あー、いいよいいよ、ありがとう、チュッね、じゃあ夢でお姫様抱っこしてあげる、私が。みんなもしてあげるよ、みんな。今日の夢待ってな、みんな一人ずつ。まあちょっと一人ずつ行くんで時間かかっちゃうんですけど、待ち時間はあるんですけど、お姫様抱っこしてスクワットしてあげます。お待ちよ。うん、お願いします。あ、いえいえ、こちらこそよろしくお願いします。腰痛めるね、ちゃんと腰腰痛ベルトしとくてるみやびちゃんならできるはず。そうよ、できるよ。待って、今もう41分じゃん、どうしよう。じゃあ今日はこの前と同じでちょっとギリギリを攻めて54分になったら男女を見ます。ファイト、ありがとう、キラキラ、もどうも。並んで待ってます。あ、みんな並んでもろってね、整理券配るんで、それちゃんと、はい、よろしくお願いします。衣装本見た、見たよ、私が好きなページね、35ページ、佐々木舞香さんのページです。佐々木舞香さんだから好きとか言うわけじゃなくて、すごく良かった、表情も良かったし衣装も良かったから35ページが好き。早口になっちゃった、ごめん。え、どの衣装が一番好きとか決められない、ごめん、決められないの、もうそういうオタク。え、もう全部いいとか言っちゃうタイプのオタクだから、私文章もよかったらわかるなんかコメント読むのすら早くなってしまうちょっと抑えなきゃ抑えなきゃ、アイドル、アイドル、アイドル、そう、私アイドル、キュルキュルキュル今のは痛いな。キラキラありがとう、ハートもありがとう、だるまもどうも、いて、頭ぶつけた、そうそうそう、よかったですね。どの衣装がいい、言い聞かせ、キュルキュルワクササマツンの、サマツンさんの前世の衣装、オリジナル、3着持ってるって、どういうこと、お母さんにもらいました、強すぎないですか。私強すぎるオタクを見てしまうとひるんでしまうオタクなので、
今鳥肌立ってる。ちょっと読み返すね、衣装をまた。もう私もう擦り切れるぐらいに読んだけど、もうこんな目見開いて、もうカラコン落ちるんじゃないかレベルで目見開いて読んでたけど、もう一回読むわ。で明日まだ語ろうな。舐め回したもんね、ベロ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 って気持ち悪いか。佐々木舞香さんのページにキスしとけ しといたからね、私アイドルキュルーン挟んどかないと忘れちゃうからね、今の瞬間は。きちゃないって何よ。おいおい、お別れかよって、すごい綺麗綺麗なんかそれ、はいはい強い強いみたいな言い方になってないはいはい綺麗綺麗幼稚園児に行ってるお母さんかなってはい、もう出て綺麗だねってイヤホンはマジマ派ですかうわ、それは私がストーリーでも触れたんで、そう、龍が如くっていうねゲームがあるんです、私が大好きな。でマジマ五郎っていうキャラがいるんですよ、私が大大大大大好きなキャラがいて、そう、その方の、まあ、3人桐生一馬っていう人とマジマ五郎と春日一番っていう人の3人の3種類のイヤホンが出るんですよ、ワイヤレスので、なんとねボイスがついてるの。だからオンにしたらボイスが出るし、オフにしたらボイスが出るし、何かしらしたらボイスが出る、7種類出るらしいんですよ。え、これだって買うしかなくないって思っちゃって、そう、お金貯めます。え、本当に狙ってるよもう。え、どうしよう、だって耳元で聞こえちゃったら、私真島五郎の声も好きだから、性格も好きだし見た目も好きなんですけど、筋肉も好き。え、でもどうしよう、本当にキャーって言って、そう、私ミア・ブラウンになっちゃって、キャーって言ってもう壊すかもしれないイヤホン、それか埋め込む。そう、ダメーコンビ組めますね、じゃあ今度撮影会でやってもろて真島倒し、そうなんですミア・ブラウンだよ、ほんとなっちゃうよ、そりゃなっちゃうね。マジマ五郎ですって言っちゃうよ本当に。で何かがキャーって言わないと、ね、私はでも龍が如くシリーズでいうとゼロが好きです。はい、ちなみにの話でした。いいお値段するんですよね、18,000。俺はやるで推しのためやってあ、でも家って今だって食費もそこまでかかってないし、まあ貯めるの、まあ発売が2月の中旬だかなんだかだから、
まあ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 頑張りましょう。真島さんと宮部さんを合体させてキング真島さん作りたいんですよ。キャー今着てる服ここでオークションしたら即手に入るよはい、そんなね小汚いことはしませんよちゃんと私は労働を重ねて労働人生をして入手いたします。でもどうしよう、売り切れちゃったらね。売り切れたら許せない。人類を許すことができない。あ、ね、そう、全然話変わるんですけど、猫ミームってみんな知ってますか？突如思い出したんで話しちゃうんですけど、猫ミーム、急に主語でかなったなんで知ってる？ねえ、猫ミーム大好きなの私、あれ本当に面白いねえ猫ミミーム、ミミマミームのミハッピー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 見たらわかるよ。猫ちゃんのなんかバズった動画とかを使って、なんかなんだろう、例えば休日の私とかを題名にして動画を作るっていうのがあって、ヤギとかもってやつが好きです猫の YouTube とかで流れてくるやつ、ああ多分そうかな。 YouTube は私は流れてこないんですけど X で流れてきます。流れてきたら最後まで見ちゃう。私も最後まで見ちゃって、今日電車乗り遅れちゃったんだけど熱中しすぎじゃいって猫ミームに夢中になりすぎて、電車乗り過ごすっていう電車ポーンって行っちゃって笑っちゃったよね。と思ってクスクスってしてたら猫ミーム見て電車ポーンってしてた。プーンかっこ笑って感じだったね、動き方の音が。電車の動く雑コラみたいな、あーそうそうそう、そんな感じ、動くコラそれ猫ミームにしようよ確かにいいかもね。私の一日を猫ミームにいつかしたいと思います。平和や平和ですね。っていうね、猫ミーム、みんなもぜひもしよかったら撮影会行く日の俺みたいなのを題名つけて動画作ってみたらいかがでしょうか。ハッシュタグ猫ミームで検索すると X でたくさん出てきます。なんなら私いいねしとくよ。そう、あ、しくじった、今思い出した、お風呂沸かすの忘れた。ああ、こういう仕打ちでっかっていうことで壇上見ます。あ、壇上どこだっけ、ん、あ、ここか13位の人から。13位は、ゆうたさん。12位は
沢木さん、11位熊高さん、10位赤いグリフォンさん、9位ともちゃん、8位まこと7位ずかっちさん、6位田舎者さん、5位わらわらたんさん、4位たかゆき、3位ちゅうまさん、2位しろくまさん、1位はドゥンドゥンドゥンバンたかちゃんかもなちさんでした。ごめん最後に噛んでたかちゃんかもなちって、ごめんなさい、ありがとうございます、おめでとうございます。撮影会にイコラブレアグッズを見せびらかしに持って行ってもいいですか？いいですよ、私も何かしらのグッズを見せびらかしますよ。じゃあ見せびらかし大会しようね。ありがとうございました。さすがに今の時間からはジムには行かないので長風呂をして寝ます。おやすみ、ファイト、ありがとう。じゃあ夢でみんなお姫様抱っこしてスクワットしてあげるから待っててね。じゃあねー。